はい、ギターリグ動画第3弾になりますね。前回はエフェクトをギターに適用してみました。そして今回はですね、そのエフェクトの中でもなかなか面白いこのピッチとスペシャル、こちらに関して解説をしてみたいと思います。ギターリグって書いてるだけギターじゃなきゃいけないかなとは思ってしまうんですけども、全然そんなことはなくて、今このピッチをですね、マスター、ステレオアウトですね、全体にかかるように調整してみたいと思います。まずこの中で一番シンプルになっているのはこのピッチペダル入れると、一回再生してみますね。もう非常にシンプル、こんな感じで音程を変化させることができます。飛び道具なんかにもってこいなんじゃないかなと思いますね。あとはこう好きな感じで動かしていただければと思うんですけども、実際これはですね、曲の中で動きをつけたいって言った場面の方が多いんじゃないかなと思います。これからご説明するものもそうなんですけども、そういったこう動きをつけるオートメーションなんかに関しては次回の動画で解説を行いたいと思ってますんで、そのつもりで見ていただければと思います。でこれはですね、通常のピッチなんですけども、もっと面白いものがありまして、それがですね、こちらトランスポーズストレッチ、まずこれ入れてみましょう。オンにしなくては始まりませんので、オンにします。まずこのストレッチですね、これは何かっていうと、一定部分のオーディオをですね、引き伸ばすということになっています。ちょっと聞いてみましょうか。右に回せば回すほど一部分が引き伸ばされ、振り切るとですね、ずっと同じ箇所が鳴ってるような、全然進まないですね。でこうどのぐらい伸ばすのかとか、ストレッチするのかっていうのをここで決められます。で先にこっち行きましょう。キーなんですけども、これは単純です。音程になりますね。一回オフった後に入れてみますね。こんな形。このトラクターシリーズはこう一旦オフって再生してオンにしなくてはですね、うまく働かない時があります。これで聞きますね。そしてキーいじります。こんな感じ。そしてかけ終わった後、これオフにしないとずっとループしてる状態なので、ここに注意してください。でこのツーバーっていうのは何かっていうと、今お伝えしたようにですね、ループしています。1箇所ですね、通常1小節で回っていくんですけども、そのループ周期が2小節になるっていった使い方になります。で最後のこのグレインサイズというものですね、あまりこう聞いたことがない言葉かもしれませんが、ネイティブインストゥルメンツの商品に結構出てきますね。何かっていうと、オーディオを細切れにしてですね、その一部分をまた素材とするといった技術なんですね。こちらグレイン入れないと一切聞かない状態になってます。なのでここのグレインをオンにして聞いてみますと、こんな状態。音程がついた感じになります。左から右に回すほどその効果、細切れ感が強くなります。で実際分かりやすいのは、このストレッチをですね、最大にしておいて、このグレイン上げていきましょうか。一回聞いてみてください。最初こうリズムになってますよね。これ上げていくと、どんどんそのリズムが速くなって、こういった形になります。何かこう独特のサウンドが得られますね。これらを組み合わせていって、いい感じのところを変えていって効果を狙うなんかいう時に、とても面白いエフェクトだと思いますね。じゃあちょっとこれマスターに関してはこんな形にしておいて、その次ですね、ちょっとドラムにかけてみましょうか。ドラムのギタリグもあらかじめ立ち上げてあります。こう引き続きコンポーネンツからですね、スペシャルいきましょう。この中にビートスライサーというものがあります。これをちょっと説明したいと思います。いつものように入れますね。これを適用していきたいと思うんですけども、そうですね、ドラムもう一味ちょっと加えてみましょうか。プロダクツからですね、このシリーズ何かいってみましょう。
ローファイ、これなんか面白いかもしれませんね。あえて音質を落としてこう味のあるサウンドにしようといったものですね。基本的にビット、サンプルレート、このあたりが音を汚す決め手となっています。実際これで少し音を劣化させて聞いてみましょう。上げれば上げるほどこんな感じで劣化が激しくなると、若干歪みにも似たようなサウンドになりますね。本題いきましょうか。いよいよこれを適用していきたいと思うんですけども、これはですね、素材を分析してこう新たなパターンを作ってくれるというものなんですね。それでは実際に再生をしてスライスを入れて聞いてみます。こんな感じでパターンが変わりますね。ここから、どのパターンがいいか、右に行けば行くほど細かくなりますね。そしてこのスタイルと合わせることでパターンが変わりますね。で、この2バーは先ほどご説明したように2小節のパターンなのか1小節のパターンなのかということになりますね。で、ここで面白いのがこのバズというもので、上げていけば上げていくほど音をですね、連打します。実際このサウンド一回聞いてみてください。こんな形ですね。今流行りのスタッターだったりとか、そういうようなサウンドを出すことができます。右に行けば行くほど速くなるといったのが特徴となっています。これらを3つを組み合わせてサウンドを作っていきます。で、これ伝え忘れていたんですけども、このゲートを入れることによってこの音の長さがですね、短くなる、通常のエフェクトのゲートに近いイメージを持っていただければと思うんですけども、1個注意点がありまして、ゲートを入れた時にはですね、このバズが無効になります。なのでスタッターサウンドがなくなりますね。こんな感じ、ちょっとぶつ切りサウンドなんか作るには向いてますね。今回はこうバズを入れた方が好みだったりとかっていうのをこう使い分けていただければと思います。で、このようにですね、ギターリグと言っておきながらいろんなことができてしまうのがこの面白いところなので、全然ですねまだ紹介できていないんですけども、これを紹介するとですね、ギターリグ動画13弾みたいな感じになってしまいそうですので、ご自身でこう気になるエフェクトどんどん入れていって順序を変えたりとか、かなり遊べるところだと思います。で、今はこうドラムだけなんですけども、例えばグループチャンネルでですね、ドラムとベースをまとめてしまって2つに同時にこれをかけたりとか、いろいろ可能性があるところで試せるところだと思いますので、ぜひですねと実験してみてください。で、次回に関してはですね、やはりこれらたくさんあったらですね、やっぱりつまみを動かして音を作りたいわけですね。曲の中でコントロールしていきたい。で、そのためのこうオートメーションの書き方だったりとかをご説明していきたいと思います。それではですね、今回はこんな感じで終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。